溶けてきまして、うん、それはね本当はあの知らないってことはさそんなもんだね。で私の先輩のほら足立でサーフボード作った太郎さん、あの方もね同じこと言ってましたね。最初知らないでやってそれ溶けちゃうんで、あの太郎さんはその上に新聞紙ぐーっとあの のりかなんか障子ののりかなんかやって、それからそれも乾かしてね、それであの、うん、やったって言ってました。でも僕はねその水沢さんに聞いて、で売れたんだって分かったから、さあそこから今度はウレタンの材料探しになるわけ。それでね東京の西新井の日新宝石、日新宝ね、あそこを紹介してもらってそこにまた行くんですよ。ノックしに行ったらありましたねすごい とてつもないでかいのもね。でそれをあのこうニクローム線みたいなのでスーッとカットしていくんですよね、うんうん、でそれでそれを分けてもらってでトラックで送ってもらってね、そこからそのまたあの和紙製材屋行って、それをほらサイトねスライスしてもらって、ね、でそれあのバンドソーこういうやつでビーって切るじゃん。でもねそれウレタンって柔らかいものなんだけど、そのノコギリの刃にすごい悪いらしいんだよね。そう言って最初やってもらったけど次からやってくれなくなっちゃった。歯が悪くなるから、うん、でそれで今度は教わって、またそこで製材屋で教わって電気ノコギリのこうあのこうチャンネルでこうレール作ってねガーッてやって切るようにしたんだよね。でね今出た麻婆ね、はい、でちょうどその頃ねだんだん僕も板作りがあの徐々にできるようになってきて、この先の野球場のとこにあったレストランをあの営業してないやつを借りて、そこで本格的に作り出すんですよ。で麻婆もその頃はもうあのうちのライダーになってたから、で彼もねあのその、まあ、シェイプなんて言葉もないですよ昔は。板作りのそれを教えてくれっつってこのアウトラインを麻婆にノコギリで切らしたらこんなにしちゃってさって思われダメだって、でそれやめさせてもらったんだよね。でそんなこともありましたよ。でもそんなことしながらねまああのだんだんとねいい板が作れ、でもその中にねまあ西武デパートにサーフボードが陳列してるって情報が入ると見に行ったりさ、確かオーストラリア製のボードだったよね。だから日本はね初めてデパートにサーフボードが並んだの西武デパートに、うん、まあだからそんなことしながら、そうするとさ、商売とかそういうのはねもちろん考えてるわけじゃないな、その頃は適当にやってるわけだ。そうすると友達が欲しがるじゃん。で僕はもっといいものを作りたいから材料費だけもらえればいいわけ、3000円かそこらで彼に分けて、でまた自分でもっといいものを作り出す。でそのうちだん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 良くなる。ただどうしてもそのオーストラリア製のその西部の板ピカピカなんだよ今みたいに、できないわけ。でできなくてまた水沢さんよ行って、親父さんどうしてもこうあのこうピカピカならないんだ。そしたらねまたあの親父がね、ああそれはね車磨くのと一緒だからコンパウンドで粗めと中めと細めがあるからそれでやってみろっつって、それで、まあ、水研ぎですよ。でそれで今度はバフで機械でやる。いくらやってもねどうしてもあの艶が鈍いわけね、うん、それにならない。でそっからねこれじゃダメだな、うん、よし俺やっぱ板は勉強したいからアメリカ行こう。おお、そっから、うん、でもねそれはね
僕はね本当についてるのはね、ちょうどそういう時にねアメリカ大使館から電話が来た。それでアメリカからねトラベルサーバーのビル・ヒューリンって人が来てるから、まあ面倒見てくんないか。それで茅ヶ崎駅まで迎えに行って、でまあ2週間ぐらい俺んとこいたかな。で湘南が全然波がなくて千葉も連れて行ったりして、で彼のおかげでアメリカね行きたくてもアメリカ大使館に行ってもビザ発行してくれない。そんな時代、昔は。今旅行会社が何でもやってくれる、うん、すごい行かない。昔は自分が行ってさ行きました。ダメで、なぜダメかっていうと、向こうで受け入れてくれるところがなかったらダメなんですよ。それで観光ビザしか取れないわけだ。どうでしょう、観光ビザって6ヶ月だから。でそれもね今になってみるとおかしな話なんだよね。6ヶ月間だってアメリカへ行ってたよ。で円の持ち出しが500ドルじゃないですか、当時360円。ね、だって500ドルで6ヶ月間どっか泊まってられるわけないじゃん。おかしな話ですよね。でもそのでビルに手紙書いたら、ビルからまあウェルカム、まあ手紙が来て、それはアメリカ大使館持ってって、それで OK、うん、それで観光ビザが6ヶ月間。でもね、その僕その頃20いくつだろう、死後ですよ。でもう板作りはもうできてるんだけど、アメリカに行く日本人でさ、当時アメリカ行くなんて言ったらもう親戚一同どこでも選別とかでね、みんなそうですよね。なかなかそういう人いないから。それで親父はね50万作ってくれた。本当にもう靴の底から腹巻きからカバンの裏からあらゆるところ隠してみて、だって500ドルでね6ヶ月間いられるわけね。それで行くんですね。ここからでもね長くなるんだよね。ここからその目的地はハンティングなんだけど、すんなり行けないんですよ。で広大なロサンゼルス空港でも、ほら当時の飛行機ってねハワイで一回給油しなきゃいけない。直では行けなかった。行けないから。でその飛行機なんかも僕写真撮ってあるんですよ。それでそこで2時間ぐらい給油して、だからカリフォルニアロスの空港着くまで全部で18時間ぐらいかかるわね。で何しろ巨大な空港にこの田舎者が初めて海外旅行で、自分のバッグがどこへ出てくるかもわからない。もう飛行場広すぎて。そうでしょ。で そういう時ってね、頼みの綱は JAL じゃん、みんな昔は。JAL の航空バッグもらって、でパスポートと大体小銭はみんなそこ入れてもらってね。JAL のそのなんていうかオフィスに行って聞くしかないやん。それでそのビルの手紙ではさ、ロスからねハンティングとかでバースが出てるって。だからバースで行かないやん。そうでしょ。ところがですね、バースは1本じゃなかったんですよ。ある。それでねバース乗りました。ロングビーチで降ろされちゃった。ロングビーチ危ない、下町で黒人いっぱいです。で昼間でもほらバーやってるじゃん。はい、それでそこで乗り換えだからチケット買わなきゃいけない。でスーツケースこう持っててここで買ってるじゃん。ない。そこでね。それでなくなってどうなったんですか。だからさ、話すと長くなる。お金が入ってなかったんですか。いや、入ってますよ、まだ。お金入ってますよ。ただ、航空バッグの中にもまあ、多少入ってる。で、まあ、せめてパスポートね。やっぱり良かったんですよ。もう、あったかもしれない。それで、もうそこでね、
盗まれちゃった。それでしばらくしたらもうパトカーがビューって来て、でパトカーが周りこう見て、でそこバス停だからおじさんおばさんがいるんですよ。そうするとね、あのお巡りさんがどこ行ったってま聞いてんだろうね。こうって言うでしょ。そしたらその真っ暗な昼間もやってるバーですよ。あそこに入ってったんですよ。そういうの言ってるんですよ。でお巡り行くじゃん。で僕もついてって、でその中こうやこうやるだけ危ないから、それでもうここにさカービン銃みたいなのがあるんだパトカー、うん、で本所に連れて行かれて、で当時だからね、まあ節電してるんだろうね、照明が非常に暗いんですよ。でそこでまあ日本でいう調書だね、調書をこう取られるんだけど、まあ、英語がたどたどしいし、もう完璧もう頭真っ白になっちゃってるからどうしていいかわからん。そしたらおまわりがちょっと待ってろっつって、それでしばらくして近所のねスーパーマーケットの日系人連れてきた。その人ね熊本の人だよ。だ名前がねもう忘れちゃったんだけどね、あんたどっから来たんって言われた。それでもう話しましたよ。僕はそのサーフィンやっててね、サーフボード作り学ぶためにここに行かなきゃ、ハンテムもここに行かなきゃ、ね、ところがそのビルの電話から何から全部ないんです。こっち入っちゃって、さあ困っちゃった。それでまあそのまあそういう話をその熊本の親父に話したら、あんた待ってなさいって言ってね、で帰っていっちゃった。それでおまわりもいなくなって、俺も一人で部屋の中どうしていいかわからない。じゃあビクトリーの泉さんに8ミリカメラも借りてきてるし、もう親戚からなんか選別みんなもらっちゃってて帰れないわけですよ、もうかっこ悪くて。どうしよう、本当にもうどうしようと思ってね。そしたらその親父はもうそれきり来ない。そしたらそのうちね、シボレーかなんかトラックでね、バラ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 とかしてね、こう左ハンド、こう、メガネ、ちっちゃい親父、こんなちっちゃい親父が、ミスター鈴木っていう。